家庭入れないな。すごい思ったから。はい、それでは定刻となりました。皆様こんにちは。いやはい、今日盛岡にご旅行で来られたという方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。どちらからいらっしゃる。埼玉。あ、埼玉県。そちらの方は名古屋。はい、ありがとうございます。どこから来たかな。岩手。盛岡さん、その時初めて見るよという方いらっしゃいますか。はい、楽しんでいただければと思います。町中さん、その時、私は主催者の盛岡観光コンベンション協会の田中でございます。よろしくお願いします。それではですね、地元の方もいらっしゃるようですけれども、最初に少しだけ三叉踊りの由来をご説明します。由来は諸説ございますが、その昔南部盛岡城下に羅刹という大変悪さをして暴れる鬼がいて暴れておりました。困り果てた里人たちは三石神社の神様に鬼退治を祈願しました。その願いを聞き入れた神様は鬼を捕らえ、二度と悪さをしないよう誓いの証として三石神社の境内の大きな三つの岩に手形をさせました。岩に行ってまた、これが岩手県の名前の由来だとも言われております。羅刹の鬼の退散を喜んだ里人たちが大きな三石の周りをさあさあ踊れ、さあさあ踊れ、さんさあさんさあと言って喜び踊り回ったのがさんさあ踊りの始まりだとも言われております。それでは、岩手県の名前の由来、さんさあ踊りの由来が分かったところで、お待たせいたしました。本日の一番目の団体です。皆様、お手元にプログラムあるかと思いますけれども、三世代上田子ども三叉の皆さんです。紹介文がございます。演目もございます。まずは、今日は、やっていただくのが統一三叉踊り。こちらは、8月の、1日から4日毎年、盛岡三叉踊りという、岩手盛岡の夏の一大イベントの祭りがあります。こちらで踊られている統一三叉というのは、1番から今は5番までありますけれども、今日はまずはその中の2番七夕崩し、3番エアサ踊り、4番復興踊り、こちら3つを、続けてご覧いただきます。3世代上田子ども三叉の皆さん、どうぞよろしくお願いします。それでは、盛岡の第2番踊り七夕崩しをお願いいたします。
踊り、エアサ踊りをお願いいたします。Thank you.
とうございます。今ご披露いただきましたのが、2番七夕くずし、3番エアサ踊り、4番復興踊りです。で、今踊っていただいた4番復興踊りの中で、サンササーサンササーというところありましたけれども、今日、県外からいらしているお客様もいらっしゃることですので、荷物にならないお土産としてこのサンササーのところを一緒に皆さんにやってみたいと思います。はい、それでは壇上の方も、登録お願いします。まずは両手を頭の上に高く上げてください。はい、壇上の踊りです。お願いします。はい、体を左からサンササー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 です。左右に4回です。いいですか。じゃあ一緒にいきますよ。3、はい、サンササー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 、はい、ありがとうございます。で、じゃあもう一度復興踊りを2回ぐらいでいいかな、はい、やっていただきたいと思います。このサンササーのところになったら皆さんどうぞ掛け声と手振りと合わせてやってみてください。それではもう一度4番復興踊りお願いいたします。はい、復興踊りお願いします。サッコラチョイワヤッセ。サッコラはサチ幸せ、呼ぶ来る。サッコラ、これでサッコラと呼びます。幸せを呼んでくるよ、そのような掛け声です。この後ですね、上田地区にエフクルクから伝わる伝統サンサ踊りもご披露いただきますけども、その中でも時折サッコラチョイワヤッセという掛け声があるかと思います。皆さんその時になったら一緒に、幸せを呼んでくるよ、来てほしいよという気持ちを込めて一緒に掛け声をかけてみてください。ここからは、伝統サンサ踊りのコーナーです。よろしくお願いします。はい、皆様に福が授かりますようにという願いを込められまして制作されたとそのように伺っております。それではキーキー格好からお願いいたします。Thank you.
をお願いいたします。お願いいたします。
彦先で踊り明かされたとされております。おにゃんこならし踊りは元気いっぱいにお願いいたします。Thank you.
とうございました、3世代系が子ども3世の皆さんでした。今一度大きな拍手をお願いします。